皆さんこんにちは、チョコバナーです。じゃーん、髪の毛の色を変えましたと言いますか、前変えてきたやつに戻してきたっていう感じなんですけど、変えてきました。なんか前は中の色をね、明るめのブルーアッシュにしたんですけど、それよりもうちょっと青に近いブルーアッシュにしてもらったんだけど、わかんないかな、なんかもうちょっと日が出てる時にすればよかった。こんな感じです。多分色が抜けてくるともうちょっともう銀寄りになるんじゃないかなって感じで、外はアッシュ系の暗めの茶色にしました。耳にかけておくと中のこのインナーがちゃんと見えるので、ちょっと耳にかけたりして楽しんでおります。アップヘアとか、あとはキャップかぶったりするときに上だけこうすくって後ろにこう持ってってキャップかぶったりすると、この中だけが見えて可愛くもなるので、結構この髪の毛の色ちょっとなんか2回目にするぐらいだからかなり気に入ってます。でもう一個お知らせなんですけど、ずっと自動車学校に行ってたんですけど、昨日ようやく免許が取れました。昨日帰ってくるとき少しだけ運転したりしてたんですけど、今日は普通に1時間ぐらいかかるところまで運転しに行ったりして、いい感じに慣れたらいいなと思って運転しております。言うて動画の中で運転技術がね披露できる場なんて絶対ないと思うんだけど、応援してくださってる方もいたので報告っていう感じです。3代目日程出たの？今メールピンってきたんだけど、日程出たっぽい？まあ、一応免許取りましたっていう報告と、髪の毛染めましたっていう報告でした。こんな感じです。それではチョコバナナでした。バイバーイ。